皆さんこんにちは、マネルグリディです。では今回は、ゲルネはアクションの脅威 V。エウーゴ、ブレックス編続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、コロニー軍を完全に解放して、ご覧のように宇宙は主要コロニーすべてエウーゴの勢力圏内ということになっています。で、特別作戦としてはですね、新型ガンダムダッシュ作戦、それにジャブローの攻略作戦してますので、まずは新型ガンダムのダッシュ作戦を行って、ゼータ計画を進めた後、ジャブロを攻略を行っていきたいと思います。では、時間を進めます。まずは新型ガンダムダッシュ作戦からです。了解しました。偏見艦長にアーガまでサポートしてもらいます。これで、まあ、偏見はもちろんそうですが、クワトロアポリ、ロベルトが任務中になってしまいますね。アーガマより緊急連絡です。報告します。新型ガンダム、ガンダムマーク2のダッシュに成功しました。マーク2のダッシュには成功しましたね。グリーンオアシスに潜入したところ、民間人の少年、カミユー・ビダンによる新型ガンダムのモビルスーツジャックの現場に遭遇し、数機の新型ガンダムを捕獲することに成功しました。カミユー・ビダンはガンダムマーク2の開発者、フランクリン・ビダンとヒルダ・ビダンを両親に持ち、ホモアビス大会、プチモビルスーツ大会で優勝するなど、高いパイロット適性を持つ少年です。我々は現在、安全区域に向けて撤退中ですが、ティターンズの追撃を受けており、予断を許さない状況です。マスクのことだ。是が非でもガンダムを取り返そうとするに違いない。気をつけてくれ。了解しました。これでマーク2のダッシュに成功しましたね。新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。そしてデルタガンダムが完成してます。これも実戦にすぐ投入したいですよね。アーガマより緊急連絡です。回線を回します。ティターンズのバス、さらにアーガマからです。ガンダムマーク2の引き渡しを要求してきました。見返りはカミユー・ビダンの両親、フランクリン・ビダンとヒルダ・ビダンの命です。卑劣な提案ですが、いかがなさいますか。ここちょっと微妙でしたよね。あのゼータガンダムの中でも、まあ、ここは命に勝るものはないということで、フランクリンとヒルダを返そう、まあ、それがイエスの選択肢ですよね。で、逆にね、ゼガヒデもマーク2は持って帰るぞ、これがノーの選択肢だと思うんですけど、まあ、ちょっとここはノーにしましょう。マーク2欲しいですからね。確かに単なる脅しかもしれません。いくらティターンズといえども、そのような卑劣な手段に出るとは考えられませんな。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。これはメタスですね。開発部の報告をご覧になりますか。開発完了していると思います。諜報部より、順調に敵軍事技術のダッシュに成功したと報告がありました。ゼータ計画が進んでいます。報告します。バスクオームが我々に対する報復としてカミユー・ビダンの両親を殺害しました。まあ、結果的にバスクめ、これが軍隊のやることか。まあ、ゼータガンダムの原作に近い内容ですね。バスクのやり方に反発したティターンズのパイロットエマシーンが我々に投稿してきました。非常に優れた資質を持つパイロットです。エマさんが合流してくれたのは嬉しいですよね。必ずや我々の戦力となってくれるでしょう。報告します。アーガマが敵の追撃を振り切り安全空域に到達したとのことです。アーガマが戻ってきましたね。遅くなって申し訳ありませんでした。いや、よくやってくれた。ティターンズはガンダムマーク2を失い、我々は新戦力を獲得できたのだからな。しかし我々は親を殺された少年を作ってしまいました。カミーユ・ビダンか。バスクの非道があったとはいえ、我々に責任がないわけではないな。はい、彼には我々と共にグラナダに向かってもらうつもりです。了解した。アーガマがグラナダに帰還ですね。ついにガンダムマーク2が我々の手に入ったか。はい、
ガンダムマーク2のデータは開発部に送っておきました。ところでアーガマには今後も独立部隊として行動させるべきだと思いますが、アーガマ隊はこのまま存続させましょう。これによって隔離婚とかね、ティタンズ側のパイロットも撃破してくれると思うので存続です。アーガマはエウゴの象徴だ。今後も独立した行動を取ってもらおう。新型機100式は従来機をはるかに超える高性能を達成しましたが、優秀なパイロットでなければ進化を発揮することができません。アーガマのクワトロ・バジーナに100式を配備したいのですが。クワトロ隊には100式もちろん使ってもらいましょう。了解しました。クワトロ・バジーナならば必ず使いこなしてくれると思います。アーガマの偏見艦長より通信が入っています。回線を回します。新型モビルアーマーの攻撃を受けていたシャトル、テンプテーションを救出したところ、イベントの展開早いですね。ブライトが合流かな。我々に協力を申し出てくれました。ホワイトベースのブライトの若、彼が同志となってくれれば心強い限りだな。はい、ブライトの若、このテンプテーションに乗っていたブライトに攻撃をかけたのは皆さんご存知の通りメッサーラのシロッコですよね。私はグラナダに戻ります。開発部よりゼータ計画の4、ゼータガンダムの開発プラン来ましたね。これ早速倍額投資してでも開発完成させましょう。ゼータ倍額投資、これで、まあ、早ければ3ターン後にですねゼータガンダムが完成するという段取りになりましたね。ではジャブロー攻略作戦、これを発動しておきましょう。これよりジャブロー攻略作戦を発動する。目標は南米ジャブロー基地である。ティターンズの巣窟ジャブローを打倒し、我々の力を地球圏に示してもらいたい。諸君らの健闘に期待する。南アメリカ大陸ジャブロー、ここは地球連邦軍の本拠地である。だがその実権はティターンズが握っており、各地の拠点への後方支援を行っていた。エウゴはティターンズの巣窟とも言うべきジャブローを叩くため攻略作戦を発動する。それはスペースノイドとアスノイドの戦いが地上に拡大することを意味していた。ジャブロー攻略作戦にアーガマのモビルスーツ隊を参加させることができます。彼らの力があればジャブロー攻略はより確実なものとなるでしょう。アーガマには参加してもらいます。まあ、ただですね、ゼータガンダムが開発完了する前にこのアーガマ隊をジャブロー攻略作戦に参加させるとロベルトがイベントで戦死してしまいますので、実際にジャブローに突入するタイミングはゼータガンダムが完成してからにしたいと思います。もう1ターン後にゼータガンダム完成しますので、そのタイミングを待ちましょう。開発部より報告が入りました。ゼータ計画の最終目的であったゼータガンダムの開発が終了しました。ゼータガンダムの性能は想像を超えるものです。必ずやゼータガンダム完成しましたね。する期待となってくれるに違いありません。ではこの後いよいよエウゴのアーガマを主力とした部隊をジャブローに突入させていきたいと思います。ではジャブロー攻略戦です。エウゴのユニット37、ティタンズ23ですね。100式なんかも参加させてますし、今回ねアーガマも部隊を発進させてくれてるので、まあなんとかね攻略できるかなと思うんですけども、まあ難点があるとすればですね、まあ、残念ながらそのアーガマ隊以外のパイロットがほとんどいないっていう状況なので、まあ、ここがね一つ苦しい点になってくるかなというふうには思います。まあ、そこをどうカバーするかっていうのをねしっかり、考えて、プレイしていきましょう。ではまず発進させていきましょう。100式、はい、ここにはジャックが乗ってます。まあ、数少ないパイロットですね。早速制圧して索敵して攻撃当てましょう。
まあ、あの場合によってはね、この貴重な百式絵が撃破されてしまうようなんてことも、まあ、起きうるリスクはあるんですけども、まあ、それ以上にね、しっかりここは、確実に敵を倒すっていうところに専念していきましょう。では百式絵からですね、攻撃していきます。川を渡らなきゃいけないっていうのがちょっとあるので、まあそこをどう突破できるかっていうのはあるんですけど、まあしっかり突破してですね、ジャブロの基地中心部へ部隊を送り込んでいきましょう。アーガマのモビルスーツ隊より緊急連絡です。ジャブロに核爆弾が仕掛けられています。ここは危険です。部隊を退避させます。報告します。うん、核爆発によって戦力の 30% が戦闘不能となりました。いや、百式貝とかが致命的なダメージは免れましたが、やられてなければいいですけど、やられてなかった、よかった。アーガマーも無事ではありますね。グレイファントムがただ落とされてしまったというのは、まあ残念だな。まあでもしょうがないですね。これイベントちゃんと把握してれば、まあ、なんて言うんでしょう。ちゃんと回避できた内容かなと思うので、まあ、勉強不足でしたね。まあ、これをもう憂いてもしょうがないので、ここは割り切ってやっていきましょう。まあ、戦力は大きく、まあ、ダウンということにはなってしまいましたね。マーク2なんかも多分撃破されてしまったんじゃないかなと思うので、まあ、あの、地上における戦力、低下は、まあ、かなり出てしまったと思うので、まあ、その分をね、取り返せるように、生産をしっかり行っていきましょう。ちょっとやり直すのも、セーブをしてなかったので、だいぶしんどいというところもあるので、このまま進めます。1ターンだけ逃げ回って、敵を撃破させて、その後主力を送り込むっていうのが、おそらくこのステージの定石攻略パターンだったんでしょうね。ではこれでジャブロ攻略ですね。まあ、マーク2やグレイファントムを失うという大損害が出ましたけども、まあ、アーガマ、百式回は残ったので、まあ、よしとしましょう。ゼータガンダムはまだ宇宙にいて、そもそもこのジャブロの攻略戦には参加してません。ジャブロを制圧しました。ただ、ジャブロは戦力の引き上げを行っており、想定したほどの戦果を上げることはできませんでした。諜報部より報告です。チターンズはジャブローの機能をアフリカ大陸キリマンジャロ基地に移転し、戦力の増強を図っているとのことです。ジャブロー陥落により北米地域の敵戦力が低下しているようです。ジャブローを攻略したので、この後は地上戦になっていきそうですね。ではその様子は次回以降プレイをしていきたいと思います。今回はここまでにさせていただきます。